ってることは特に珍しいことをやってるとは思っていなくて、イメージに対して具象的とか抽象的っていうことが無効になっていくような、そういうなんかイメージを探っていきたいなと思ってますね。モチーフ探してたのはここ 2,3 年ぐらい前から、このギャラリーのある南青山界隈を歩いて撮影しながら描けるイメージないかなって探ってたんですけど、いつもは色目に塗りつぶしていって単純化していくっていう作業をずっと繰り返して作るんですけども、今回だけは、その風景ならある一部分の、任意的に選んだ形のシルエットを抜き出したりとか、建物のフレームのシルエットだけを抜き出してみたりとか、今までやったことないアプローチで、単純化してイメージを作っていったっていうのがあります。ここ何年か自分が制作しているっていう様子は記録してもらってたんですけども、見に来た人が映像を最初から最後までとどまって見るっていうことよりも、歩きながら少しだけこう目をやっただけで作家がやってることを理解できるような、実際にアトリエで使っているテーブルなんかを持ってきて、そういうものを組み合わせた表現ができないかなと思ってやってみました。前ほどそんな具象的とか抽象的っていう言葉にはこだわってなくて、多分もうその間でこう行ったり来たりしながら、その都度その都度のなんかアイデアでイメージを作っていくかと思うんですけども、見る人の見方次第でどうにでもこう意味合いが変わっていくような、そういう展示がこれから作っていければ面白いかな。